どうもこんにちは、琉球ライダーです。今日は5月13日土曜日、今日ね元ブログやっていきたいと思います。今日はですね、朝早くからハヤブサを引っ張り出してツーリングしてます。土曜日なんで車が、少ないんですよね。なので朝早くからハヤブサに乗ってね、ツーリングしてますね。で、気持ちよすぎてですね、北部の方までやってきました。まあ、それにしてもですね、ハヤブサでこの海沿いを走るのはとても気持ちいいですね。こっち止めちゃおう。はい、ちょっとコーヒー休憩していきたいと思います。コーヒー休憩、ローソンのコーヒー、普通にうまい。今ですね、元武港のローソンで休憩中です。元武港、懐かしいね。元武港からはですね、フェリーで、九州に行けたりします。24時間、1日かけて鹿児島港に行くんですけどね。僕も九州ツーリング2回ほどやってますんで、ここから九州に行きました。お、ちょうどね、今なんかバイクが元部港に入ってきて、多分ね、彼らはフェリーに乗って行くんじゃないですかね。いいな、なんか行きたいな。いや、マジで行きたいな。どうしよう。はい、というわけで琉球ライダーチケット買いました。バイク旅してこようと思います。まあ、荷物はですね、ほとんどないです。まあ、この川のバッグに GoPro とね、ちょっと水筒とか入ってるかな。それだけですね。あとはですね、エンジニアブースに革ジャン、まあ、これで旅をしてみようと思います。とりあえずね、目指すところは九州ですね。行き先はね、まだ決めてないんだけど。We'll be right back.
ますね、鹿児島。はい、ということで鹿児島来ました。今後ろに見えるのがですね、桜島です。沖縄から、まあ、約1日かけてね来るんですけどね、ちゃんと動画撮れてるかな。あんまり自撮りをやったことないから映ってなかったらごめんなさい。まあ、今日からですね九州ツーリングしようかと思っていたんですけどね、船の中でねいろいろ考えたらもうちょっとね北上していきたいと思います。まだ行き先っていうのが決まってないんですけど、というわけで今回の動画はバイク旅に出たという動画です。これからですねちょいちょいこのバイク旅の動画をアップしていきたいと思います。よかったら見てやってください。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。